ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはかつて栄えたシリーズ。今回は鳥取県三朝町の大谷という集落を旅します。集落は岡山県との県境である大谷峠の麓に展開しています。しかし県道は集落までで、峠道の利用は少ないと思われます。峠道に続く道を行くと、木立の中に無住となった廃墟が続いていました。麓の集落でさえ生活感のある家を探す方が難しい。日当たりもよく、おおむね平坦なこの地の住民はどこに行ってしまったのだろう。かつて栄えた村があった。人々は皆明日を夢見て元気に暮らしていた。村には何もなかったけど、それでも楽しかった。何より隣近所の助け合いがあった。子供たちがそこら中を走り回って、とてもにぎやかだった。父は子供たちに、静かにしろと怒鳴っていた。それが、やっと静かになったと思ったら、村は限界集落と化していた。村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て懸命に生きていた。しかしそれが櫛の刃が欠けるように、一人また一人と村から出ていった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら待ちわびている。ここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。いずれは朽ち果て、草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは、誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつてはにぎやかだった。あの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごしたかけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えれば、そうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。
いつの間にか学校も消えてなくなった。子供たちもいなくなった。校舎だけが取り残され、草木にうずもれていく。もう戻ることのない子供たちを待つ姿が哀れだ。耳を澄ますと子供たちの喧騒が聞こえる。子供たちがいなくなっても始業時間のチャイムが鳴り響く。それでもいつか子供たちが帰ってきてくれることを信じているようだ。チャイムをいくら鳴らしても誰も席についてくれないとぼやきが聞こえてくるようだ。今日もまた誰にも顧みられることのない無駄なチャイムが校舎になり響く。どこからかピアノの音色が聞こえてくる。体育館から聞こえてくる。まだ生徒がいるのだろうか。体育館では一人ピアノだけが子供たちを待ちわびていた。うちは祖父の代から炭焼きの丘だった。集落には他にも炭焼きで生計を立てている家が数軒あった。裏山では畑を耕し野菜を作っていた。野菜は作っても作っても動物に荒らされた。うちの集落に電気が来たのはいつだったか。電気が来たおかげでこんな山奥でもテレビが見られるようになった。もっとも映るのは NHK の番組だけだった。新聞のテレビ版にある他の番組が見たくてチャンネルを回しても声さえ聞くことができなかった。父にそのことを聞くと、それは田舎では見られないんだという。しかし友達の家では他のチャンネルも映るのに、あそこは田舎ではないのだろうか、納得がいかなかった。学校では今度始まったというウルトラ Q の話で持ちきりだった。見たことも聞いたこともなかったので、その話の輪の中には入れなかった。見たか、見たかって言ったって、映らないんだもの。しかし映らないとも言えず、適当にごまかしていた。一月もすると、持ちきりだった番組の話は、下火となった。ようやく普段の生活が、戻ってきたと安心したのだが、甘かった。一年後、今度はウルトラマンが始まった。相変わらず、うちのテレビは NHK しか映らなかった。大人になって、あの頃のことを父に聞くと、教育上良くないから、電気店に頼んで、他のチャンネルは映らないように、細工したんだという。おかげで父の野球中継に付き合わされて、すっかり野球少年となり、高校では野球部に入部した。県大会では、一回戦で敗退したけれど、いい青春時代だったと思う。父の思い描く通りに、息子が育ったこと。
親孝行になったんじゃないかな。その父も昨年他界した。ふるさとを離れて今思う子供の頃の思い出。なお文と画像は関係ありません。雨が降るとそこら中に水たまりができ、日が落ちれば真っ暗となって、水たまりに靴を濡らして叱られる子供たち。あのでこぼこ道路が生まれ変わった。未舗装のデコボコ道路が立派な二車線の舗装道路に整備されました。実はもう何年も前から村に陳情していたのですが、それがやっと実現したのです。もう水たまりに靴を突っ込む恐れもなくなり、沿線住民は誰もが喜ぶはずだったのだが、しかし皮肉にも、それが実現したとき、肝心の住人はいなくなっていました。僻地に見切りをつけ、都市部などに移住する家が続出した結果です。おかげでこの集落には、今誰も住んでいない。開通記念のテープカットは寂しかった。せっかくできた道路は、何の恩恵もなかった。高校と照らす街灯は一体何のためなのか。こんな立派な道路なんて誰も期待していなかったのに。せめてあと2年早ければなんとかなったもの。そもそもこの集落よりも奥に人家はない。一体何のために整備されたのだろうか。
田舎には仕事がないから、過疎になると思われがちだが、もちろんそれもあるのだが。行事やお祭り参加への縛り、消防団への参加が、ほぼ必須なこと。しきたりの厳しさ、ちょっと変わったことをすれば、すぐ村中の噂になることなど。それらの縛りについていけない人が増えたのが、過疎化の大きな原因だろう。昔は農家を辞めると、他に働き口は近在になかった。しかし工場が徐々に郊外に進出するようになり、働き手を求めるようになった。こうなると目先の利く者は、どんどん村を捨て、都会に出ていった。すべてが懐かしい思い出です。今振り返ると、あの頃が一番生き生きとしていたようにも感じます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。